本日は株式会社未来館の代表取締役社長西野博道社長の方に、お伺いしてお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。で特に西野社長のお話をちょっとする前に、やずやの今関連会社ということで今日は特にそのやずやの通販のノウハウとか少数精鋭の経術とかそんなような話をお聞きしたいと思うのでよろしくお願いします。はい、わかりました。でまず西野社長の、これまでですねどんな経緯で今のですね未来館っていうところまで来られたのかなというところをちょっと話しいただけますでしょうか。はい、私はですね来年還暦の60を迎えるんですけども、その工業高校を卒業をしてその当時集団就職で東京 に就職するんですけどね、3ヶ月でこうもう下関に戻ってしまいます。でその後こう 2,3 回ぐらい転職を繰り返すんですけどもともとその工業高校ですから技術の方が好きでそしてその当時ちょうどカラーテレビがこう売れ始めた頃なんですね。そこでその 4,5 年ぐらい修理の技術をちょっと学んだもんでそのカラーテレビのこう大修理工場を作りたいっていう思いでだから24歳の時に、昭和46年に独立したんですね。そして昭和そうですね57、8年ぐらいからそのコンピューターのその会社を立ち上げたんですけどもちょうどその頃コンピューターとかワープロとかいうのがこうにわかにこう入り出して私も秋安の惚れやすなんですよね。秋安惚れやすって言うんですかね。秋安くて惚れやすい惚れやすい惚れやすの秋安っていうか、それでそのパソコンを売るだけじゃやっぱり面白くないなということで、そのパソコンを教えるパソコンスクールを作ろうとだったんです。その当時はパソコンスクールがあるのは東京とか大阪にパラパラでき始めた頃に田舎の下関作ったんですね。それでパソコンだけじゃなくってこうワープロスクールも3校作ってますし、ちょうど就職っていうか人材が不足してた時代だったんでそのバブルの前ですからその求人情報誌の会社も作ったんですよね。それでもう一気に 4,5 年でもう借金1億くらいこうできちゃって、もう最後は弁護士のところに行ったら50万出してくれて破産してあげますよということで破産しようかなと思って思ったんですけどね。でちょうどその頃にこうやずやの創業者、やずのぼ社長と平成2年に偶然に博多っていうか福岡で会うんですけども、それからこう 2,3 年こう付き合っていく中で、打ち明けたんですね。もう、そうここで1億借金あるんだっていうことで、